ラスタファリ運動、ラスタファリ運動、ラスタファリ運動、または、ラスタファリアニズム。ラスタファリアニズムは、1930年代に、ジャマイカの労働者階級と農民を中心にして、発生した宗教的思想運動である。ラスタファリ運動の実践者は、ラスタファリアン、または、ラスタピープル、ラスタパーソン、もしくはターンに、ラスタと呼ぶ。 ラスタファリアンはこの宗教運動のことを、趣味、イズム、イズムではなく、人生観、ウェイオブライフと考えるため、ラスタファリ運動、ラスタファリームーブメントと表現される。ラスタファリ運動は聖書を聖典としてはいるが、特定の教祖や階祖はおらず、教義も成分化されていない。それゆえ宗教ではなく、思想運動であるとされる。基本的には、アフリカ回帰運動の要素を持ち、 エチオピア帝国最後の皇帝、ハイレセラシエ一世を、ジャーの決心、もしくはそれ自身だと解釈する。名称は、ハイレセラシエの即位以前の名前ラスタファリマコンネン、アムハラ語で、諸をタファリマコンネンの意に由来する。ラスタファリ運動には人握りのエリートによって支配され、社会的に抑圧されたジャマイカ市民による抵抗運動としてのメシア主義と、 現実逃避的な千年王国思想の両面が、垣間見える。主義としては、アフリカ回帰主義、または、アフリカ中心主義を奨励した。その思考は、ラストの生活様式全般、例えば彩色主義や、ドレッドロックス、ガンジャを聖なるものとして見ることなどに現れいる。1970年代に、レゲエ音楽や、とりわけ、ジャマイカ生まれのシンガーソングライター、 ボブ・マーリーによって全世界に波及する。全世界に100万人のラスタファリ運動の実践者がいると言われる。なお、ジャマイカの多数派宗教はキリスト教、プロテスタント・バプティスト派であって、ラスタファリズムを信仰するのは全国民の5から10%前後である。18世紀にアメリカに誕生したバプティスト教会の黒人説教師たちは聖書にある。 エジプトから王が到来し、エチオピアは神に向かって手を差し伸べる、など、黒人と聖書の結びつきを訴え、エチオピアを世界に離散した黒人の母国のように、語った。この運動は伝道活動へと発展し、新世界の黒人の間に広まった。19世紀の欧米に、聖書から、有色人種を排除する目的から、科学者の間で聖書に登場する人種を証明する。 論争が起こった。研究の過程で古代エジプト人と古代エチオピア人は黒人であり同一の人種であるという説が浮上した。これらの説はアメリカ植民地教会のが先駆けとなってエチオピアニズムとして体系化された。黒人の祖先が人類文明の起源を作ったという考えは世界中の黒人の尊厳に影響を与えた。新世界の黒人の伝統では エチオピアとはエジプトを含む全アフリカを指す言葉となっている。1910年代、ジャマイカ生まれのマーカス・ガーベイは、アメリカ合衆国に渡り、世界黒人開発協会アフリカ社会連合、ウニア ACL を組織し、パンアフリカ主義を提唱した。当時、カリブの黒人社会に根強く残っていたエチオピアニズムを拡大解釈し、黒人に対して、 アフリカに帰ることを奨励した。ガーベイの主張はアメリカのみならず、カリブや南アメリカなどの多くの黒人の支持を得た。カリスマ的な演説活動をするマーカス・ガーベイは、1927年にアフリカを見よ。黒人の王が退官するとき、解放の日は近いという声明を発表する。この声明は、ラスタファリズムにおいては、アズと捉えている。これが、 ラスタファリ運動出現へとつながっていく。1930年11月、エチオピアの皇帝にハイレセラシーへ一世が即位する。マーカス・ガーベイの信奉者にとっては、まさに予言通りの奇跡が起こったのだ。この、神の啓示をきっかけにして、ジャマイカの首都、キングストンで、レナード・ハウエルを中心にガーベイ主義の布教が始められ、初期ラスタファリ運動が始まった。 イギリスによる植民地支配と度重なる自然災害で多くの黒人は疲弊していたこともあり、救いを求める仮想階級の人々を中心に信者が増えた。1934年、運動に危機を感じた政府当局は弾圧を始める。この弾圧を逃れたらスタファリアンは山の奥地に逃げ込み、そこでコミューンを展開する。このコミューンでの共同生活によって、 ラスタファリアンたちは、ドレトロックスや大麻による儀式などラスタファリズムの基本スタイルと進行を確立した。政府当局によるラスタファリアンの弾圧は断続的に続いたが、一方で一般市民にもラスタファリズムの存在が知られるようになる。1961年、ラスタファリアンであるラス・ブラウンが議員選挙に立候補し、政界に進出する。ここで、 初めて黒人知識層がラスタファリ運動の主義の部分に注目するようになる。1962年、ジャマイカは英国から独立。しかし、社会情勢は不安定のままで、ラスタファリアンのアフリカ回帰の活動は募るばかりだった。1966年、ハイレセラシエ一世がジャマイカに来訪。ラスタファリアンたちは熱狂的にセラシエを歓迎した。 ここでセラシエは、ジャマイカ社会を解放するまではエチオピアへの移住を控えるようにという内容の指針を主なラスタ指導者に送った。これによって、ザイオン、アフリカ海域よりバビロン、ジャマイカ解放という新しい考えが定着し、どこかヨステニン風で遠征的なラスタたちを社会へ参加させるという思わぬ効果も現れた。当時のジャマイカの音楽シーンに目を移すと、 1960年代半ばまでは、ジャズや R&B の影響を多大に受けた、つか、ロックステディが流行していたが、セラシエライホを景気に、ラスタの思想やメッセージ伝える手段としての音楽、すなわちレゲエへと流行が変遷していった。ラスタのミュージシャンやシンガーが、様々なラスタのメッセージを音楽に乗せ、国民の多数に支持されるようになるのだ。特にボブ・マーリーは、 国際的な名声を得るに至り、ラスタファリアンからも指示が扱ったため、1975年にハイレセラシエ一世が死亡するという秘宝を受けても、ラスタファリ運動のモチベーションは決して下がることはなかった。むしろ、ジャライブ、ジャーは生きていると歌っていたのだ。少なくとも、1981年にマーリーが死亡するまでは、ラスタファリ運動は活発であった。 ボブ・マーリーの死後ジャマイカにおけるラスタファリ運ンドは一時的に停滞するがラスタファリアンのレゲエシンガーガーネット・シジュクの活躍と突然の死やブジュバントン、ケープルトンといった人気レゲエ DJ がラスタファリアンになったことなどにより1993年頃から若年層を中心に再び活発化したラスタファリアンによると彼らはセラシエが復活し再臨することを 信じているのではなく、知っている集団なのである。一方、ボブ・マーリーの影響で、ラスタファリー信仰とレゲエが結びつけられていただけであり、真のラスタファリアンは、レゲエミュージックを宗教家として受け入れているわけではないとし、ラスタファリー信仰の指導層は、ラスタファリー信仰とレゲエ文化を切り離す試みに、力を注いでいる。ナイヤ・ビンギ、ニエ・ビングギーとは、 ラスタファリアンの宗教的な集会、または、その集会で演奏される音楽のこと。ナヤビンギ、あるいは、単にビンギとも言う。ナイヤビンギでは、エンジンを組んで、ガンジャを吸う、太鼓を叩いて歌う、ちゃんと、ちゃんと、話し合うなどする、リーズニング、リーザニング。ラスタファリアン同士の交流の場。音楽としてのナイヤビンギは、ケテドラム、ケテドラム、アケテドラム、 ケトルドラムなど綴りは、一定しないと呼ばれる複数の太鼓によるアンサンブルに、ちゃんとと呼ばれる、賛美歌を乗せたものある。ケテドラムには、低音部を担当するベース、バス、中音部を担当する、踏んで、踏んで、高音部を担当するリピーター、リピーターという三種類がある。黒、赤、緑、金色、黄色の四色の組み合わせは、ラスタカラーと呼ばれ、 ラスタファリアンに好んで使用される。これは、ジャマイカ独立のために戦った、黒人選手の黒、戦いで流れた地の赤、ジャマイカの自然の緑、ジャマイカの国旗の金色、太陽の色を表す。ファッションや日用品など、ラスタファリアンたちのあらゆる生活の場にこの色の、組み合わせが頻繁にいられる。ハンアフリカ色としても知られる。また、ラスタファリ運動の指導者、 マーカス・ガーベイが組織したウニアではが、黒、緑の三色をシンボルとしていた。ラスタファリアンの多くは、ドレッドロックス、ドレッドドレッドイコール恐ろしい、ロックスイコール棒状のという髪型をしている。これは、下記の旧約聖書の中の記述にのっとり、たとえ髪の毛であっても自らの体に刃物を当てることを禁じた結果、頭髪が絡まって棒状になったものである。しかし、 ドレッドロックスではないラスタファリアンやドレッドロックスではあるがラスタファリアンではないものも存在する。自然回帰志向のラスタファリズムにとって大麻は神聖な植物であるとされる。もともとは呪術的な色の濃いアフリカ土着的な宗教主流だった頃から大麻は薬草として扱われてきた。ラスタ出現以降は大麻の吸引は バビロン社会への反抗の手段という意味にもとれる。ラスタ思想において、ガンジャは精神をより穏やかなものにするとされている。ガンジャはもともとはヒンディー語である。イギリスの植民地であったジャマイカに、ヒンドゥー教徒のインド人労働者が入植した際、大麻の種子が持ち込まれて普及した。これがジャマイカでもガンジャと呼ばれるようになった由来と言われている。 以下のののような聖書の中の言葉を解釈することで、ラスタファリズムでは、大麻の使用は、正当な行為であるとしている。ラスタファリアンは、アイタルフード、アイタルフードと呼ばれる、自然食を食べる。アイタルとは、自然な、真のという意味で使われる。基本的には、菜食主義で、特に豚肉やエビなどの甲殻類、貝類などは、旧約聖書に則っ,って禁じられている。こうした、 菜食主義やラスタファリ運動は少なからず、インド系の移民の思想の影響を受けて成したとも言われている。厳密に言えば、自然から取れるものを摂取しなければならないという競技のために塩などのミネラル分を加えることも禁止されている。小型の魚は食べてもいいとされており、人によっては鶏肉やヤギ肉は食べる人もいる。禁酒も戒律の一つである。 代わりに野菜スープやハーブティ、果物のジュースを飲む。ラスタファリを信仰する人々は、実際には母国語、ジャマイカにおいては、英語を主に使用するが、それ以外にアムハラ語を学ぶ。これはハイレセラシエ一世が使っていた言葉であり、信者が自らをエチオピア人であることを認識するために学習する。また、 アムハラ語以外の言語はすべて植民地の言語であると考えている。そのため、ポジティブな信念を反映させるために、いくつかのネガティブな言語を変えたりして話している。例としては、以下の通り、ラスタファリ運動では、以下のような聖書の記述をもとに、同性愛などの性的逸脱を不自然な行為であるとし、異性愛を尊重している。フランスでは、 各省庁が連携してのセクト、カルト対策が行われているが、そのフランスにおいてセクトであるとみなされている。ちなみに、フランスのセクト選別は主に裁判記録や警察記録と無数の人団体への被害報告などに基づいて行われた。アメリカへ移民したジャマイカ人は故郷への教習とアイデンティティへの気球から多くがラスタハリ運動に賛同した。しかし、 ドレッドロックスの外観とマリファナ上州への悪評から、ますます会から隔絶することとなり、中には、ギャング化して、抗争事件を起こす人々もあった。ミュージシャン、ボブ・マーリー、1945から81年を、通じ世界に知られた、ラスタハリ運動を信じる人々が、約束の地とみなしたエチオピアに移住しながら、権利を制約されてきたといで、エチオピア外務省は、 こうした人々に身分証を発給することを決めた。居住権をはじめ様々な権利が認められるようになる。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。